やっぱりこれだけのスカイプレイヤーが揃うってことはまずないので、まあ、僕も一緒に仕事して一緒に吹いたメンバーだし気心も知れてるのでもう完全にプレイヤーにあの人に吹くんだろうなって書きましたんで、あの CD 買って音が全部コロコロ変わりますんでそれで誰かなって当ててもらったり、もちろん譜面も出るのでそれで分かると思うんです。あ、これは吉永さんの音だとか福川君じゃなくだけじゃなくて他に斉藤さんのこととかすぐ分かるようになってますね。そういった意味で、ね、楽しみが増えるんじゃないかと。12人こう一列横並びっていうのはなかなか壮観な。そうだ、わざとそうして一人一人がバイクで撮れるようにっていう、まあ、元ホルン吹きとしては下の方、下の音9、7、8、9、10、11、12っていうのは下なんですけど半分、それをぜひ聞いてほしいですね。スピーカー出て右側の方これを聞いてるその中高生とかになんかここ見たら欲しいみたいなありますか？ぜひとも口元やっぱりアンブシャーって言うんだけど、それはやっぱりきちんとしてる人がやっぱりそれなりの実力になるっていう、そこは見る映像付きだったら必ず見てほしいなっていう、高い音でも口が変わらないとか、うん、なんかそういう技術的なことですけど、うんうん、音もそうだけど